ね、まずこれね、これちょっと見にくいかな。あのこのバッグはね、ちょっと均一すぎる。だから先生これ上の方明るくていいから、これここの境ね、ここまで少しずつこう暗くする、暗くする、そうすると、あのすごくこう奥行き感が出てくる、それから先生、葉っぱはもう添え物みたいに、そうね、ざっくりしか書いてないんですけど、これね、こっちの、ちょっと右の方も。そうだね、これもうちょっとね濃くてもいいですね、これね、後ろにあるからね、でもざっくりでいいですか、ざっくりでいいんだけど、ここ見せたいんだから、本当はこれね光がこっちから来てると思うんだ、たださ、このカゴもね明るさをさ、ここら辺はこう明るくして、ね、こっちの方はこの暗さでいいから、ここら辺は今白をこう上から乗っけてるけど、まあ本当だったらそのまま明るく残すか、もっと白をはっきり、白はちょっとおかしいから、ちょっとあのイエローかなんか混ぜたしっかりした白で残したりね、あの描いたらいいですね、構図的にはねこれ、面白いんだけど、なんか魅力あるんだよな、ちょっと面白いんだよ、面白いんで、そう、このこういうねテーブルのあの面積ね、この面積とこの上の空間の面積がちょうどいい、比率がいいんですこれね、なんとなくこうあのバランスがいいんだよね全体の、まあ強いて言うならこれがねちょっとなんかね、これ後ろにあるんだこれね、これのね、後ろにあるんだけどみたいなね、ちょっとね、でもこれなんかうまく描いてますよね、木のね質感はね、これ二つちょっと聞きたいんですけど、今の指摘された、あのその葉っぱありますよね、あれを表に見せた方がいいのか、裏の方に見せた方がいいのか、これは裏の方がいいです、裏の方がいいですか、裏の方がいいです、それであのこう強く描いて、ここ、こういうとこね、ちょっとね、ここのとこはね、描かないで、あの、ちょっと曖昧にするんですよね。ちょっと一部見えたりして、ね、こういう葉っぱもね、あの、そういう感じで。まあ、そうだな、ガラスを通した。屈折させた方がいいんですか、屈折をうまく入れるともっといいんだけど、まあ、この、そうだね、この、このね、この、湾曲した、とこに沿って屈折させるとそれらっぽく見えるんですよ、ね、あともう一つ、あの下 の, あのバッグは暗いですよね、その時に影はどうしますかね、影は考えなくていいですか、これですか、これはね、これはこれでいいと思いますね、別にその影は絶対入れなくちゃいけないってことじゃないんで、あの絵の質からしてね、質からして、もうこれ下がもうこんだけの暗いんだから、多分影入れても、まあ、そんな、これかい、か、ちょっと入ってるんだよね、入ってるね、だから別に、それはそれでね、入ってるんだから、まあいいでしょう、ね、ただ、この絵の描き方自体が、まあ、あんまりこのものがね、あの影があんまりないだよね、入ってないんですよ。だからそれはそれでもう影を入れなくたって構わないですよ。だからやっぱりこれものにうまく影を入れて立体感を出したらば、ここは少し明るくして影を入れるとよりその立体感が出るっていうことですよね。あの非常にこうバランスがいいんですよ。構図的にも面白い。ね、あとこれだっけ、それを先ほどやった、じゃあそれで、あのこれね、
この構図、これね、これが中心なんですよ。ね。で、こう、まあ、理屈を言えばね、ここが支点な、はかりだと思ってください。はかり。ね。で、こいつは中心で、こっちの重さとこっちの重さを釣り合わすの。見た感じね。重さ、実際の重さじゃなくてね。実際の重さじゃなくて、重さがね、こう、物ってこう重さを感じるんです。人はね。人、重さ感じるから、ここが中心で、こっちの重さとこっちの重さのバランスが取れてると非常にいいわけ。ね。だから、ここにちょっと重っぽいのが、ちょっと重いね。ここにあるよね。で、こっちは、こっちよりちょっと軽そうなんだけど、ちょっとこっちの方に右に寄ってるね。で、ここにグラスがあります。グラスがね。そうすると、こっちの重さとこっちの重さがバランスが取れてるんですよね。ね。重さのバランス。で、いろんなその構図の上で、バランスってあるのね。調和とか。ね。で、この絵のね、この下の部分、大体、こういう面積と、今度この上の壁の面積、ね、これが大体、まあ、黄金比率ぐらい、ね、になってる。だから、よく絵の場合、真ん中でこう切っちゃってね、こっちとこっちが同じだとこれまずいわけですから。ね。と、こっちをこう下にするか、ね。この面積とこの面積がちょうど黄金比率ぐらいになるとか、逆にこう上と下が黄金比率になるとか、そうやって考えます。厳密にそれはいろんなものがあるから黄金比率とかそういうのはまずないけれども、おおよそ、こう3分の1とか1対2とか、ね、1対 1.4 とか、まあそういう感じで、もう感覚的なもんだからね、これいろんな絵によってみんな違うから、もう自分の感覚を信じるしかないんだけど、ね、どういうとこにこう、境目を設けてね、どこに何を並べるかっていうのは感覚的な問題だけど、それ分析すると、いい絵っていうのはそういう比率がうまくいってるやつなんです。だから構図は大事なんですね。はい。